それじゃあ学習院大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像ですが、段落は4つ、そして空小十問題5問、これを全部行ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。サミさん第一段落でございます。一読していただいて、こちらとの1番考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは空所の右側に to 不定詞が来ているのがヒントになりますね。もうこれで選んでいただいてよろしいかと思いますよ。もちろん正解は expect ですよね。皆さん、後ろに to 不定詞取れましたね。もちろん期待、見込みという意味でよろしいかと思います。で、もちろん見込みの話はこの辺りに書いてますね。有人の宇宙船を火星に送り込むんですね。ですから意味内容的にもバッチリかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空所2番考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは空所の左側と右側の関係性を考えていただけるとよろしいかと思います。で、空所2番の左側は火星はいいターゲットだと言ってますね。で、空所の右側は我々のところに近いんですね。つまり地球に近いからこそいいターゲットだ。ですからこちらが原因とか理由に当たりますよね。で、もちろん原因理由があれば、こちら左が結果と考えることもできますよね。ですから前後は因果関係で、皆さん選択肢の中で原因結果の因果関係を示すものと言われたら葉の due to ですよね。うにゃうにゃが原因で、で、もちろんその因果関係を示すものは due to 以外は特にないですね。ですから葉が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。こちら空所3番よろしくお願いいたします。で、皆さん、分かりやすいのは残で比較されてますよね。で、皆さん、これ手前の段落にも比較になってる文章が存在してますよね。ですから残の右側とこちら残の右側、そして皆さん in the solar system と in the solar system、 しっかり対応してますね。ですから皆さん、このあたりと言い換え可能な選択肢ですよね。それを選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は「いの anywhere」ですよね。ですからこちらと言い換え可能ということで問題ないかと思います。さあ、最終段落でございます。まずはこの空欄4番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、何が欠けているのかということなんですが、実は空所の右側に火星の歴史に関するお話が書いております。その歴史を具体的に言ってるところがありますよね。このあたりですね。どのようにしてこの水の世界ですね、それが乾燥した惑星にどのようにして変化したのか、まさに火星の歴史を具体的に言い換えてくれてますよね。ということは皆さん、何々が欠けている、それの言い換えがこのあたりに対応しそうですね。 We are not sure、 確信が持てない、わからない、理解できないと考えていただけると、選択肢どうでしょうか。もちろん正解は2ですよね。わからないとか理解できておりませんと、それの言い換えがこちらにつながりますよね。ですからこれを本文に当てはめていただいても、理解が欠けていると。ですからこちらの言い換え可能ということで問題ないかと思います。さあ、最後この空所5番よろしくお願いいたします。皆さん、これは生命が絶滅している様子からいけそうですね。もちろん生命体がいないわけですから、ロが正解ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。空小十問題5問、改めて見直すためにちょっと黒板書いてみました。例えば問い1番、宇宙船を火星に送る、そういう見込みの話でございましたので、エクスペクトが正解でした。そして問い2番は因果関係、それと due to 言い換え可能でしたね。ですから空小十問題は特に本文と選択肢見比べていただいて、言い換え可能、つまりニアリーイコールですね。この関係性を探し出すこと、それができると合格ということですので、皆さん分かってらっしゃると思いますが、意識をしてこれからも頑張ってくださいね。ということで、言い換えを探しましょう。